青春18切符ご利用のお客様、こちらへお願いします。2回目でお願いします。ありがとうございます。ん？2回目のところに穴が。インクを消した後もまさか。え？お客様、はい、ご利用は2回目ですか？はい、2回目のところに穴が開いていて、インクを消した後もあるんですが、これは何ですか？あー、1回目のがにじんじゃったんですかね。ではこの穴は駅員さんが間違えたんじゃないですか？駅員が間違えた場合は、ご入教員という印をつけます。その印がないということは違うと思いますが。え？切符に穴を開ける意味が分かってますか？知らないです。不正乗車の防止や使用開始の意味を持つんです。今回はその前者ですね。え？まもなく鉄道警察が参りますので、お茶でも飲んでゆっくりしててください。違うんです、僕はそんなこと。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。こうやって18切符の季節のたびにインクを消してまた使ってるんですよね。そんなことはしてないです。今回が認めましたね。お客さん、不正乗車の常お客さん不正乗車の常習犯ですよね。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。お客さん、不正乗車の常習犯ですよね。18切符、お客さん、不正乗車